はい、どうもウェブサイトチャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。今回はこちらですね。今回もですね、HTML 作りながら覚えるということでですね、第3弾はですね、フレックス、ね、ディスプレイフレックスとか、フレックスボックスレイアウトとかですね、フレックスレイアウトなんていう言葉でね、ピンとくる方いると思うんですが、このフレックスをですね、覚えながらサイトを作っていく、ページですね、ウェブページを作っていく、今回がですね、ラストの予定ですね、ラストの予定ですということでですね、今までの流れを見たいと思うんですけども、こんな感じね、1回目でこのヘッダーやりました。2回目でね、ここね、ヒーローイメージのところやりました。で、3回目でここね、アバウトページっていうんですかね、ここのことをやりました。そして4回目に交互にレイアウトがねなっていく、ここをやりました。で、この辺のことをね、一個一個技術が気になる方は、前回のとかで、何回か前のとかですね、その辺を見ていただけたら分かりやすいんじゃないかなと思います。で、今回はラストね、最後フッター部分ですね、フッター部分を仕上げて、ページ一つをですね、フレックスをもうふんだんに使ったものをですね、練習なのでね、これがそのままなんて言うんでしょう、テンプレとして使えるかというと何とも言えないところあるんですけども、基本はね、基本操作としては覚えていけるんじゃないかなと思っております。はい、コードとしてはこんな感じですね。ラストメインが終わって、そう、そうですね、サイドはなしにして、最後フッターですね、フッターやっていきます。フッターどうしましょうかね。フッターの中を3つに分けましょうか。3つにね。で、その3つの中をやっていきましょうね。じゃあフレックス、この中を3つに分けます。ライトね、ボックスライトで、ディブボックスセンター、ボックスとセンターって入れておきますね。真ん中の箱ね、ディブボックスとレフトまた間違ったね。まずレフトからですよ、いつも間違うんですよね。レフト左ですね。で、ライト右、はい、こんな感じですね。はい、で、3つに分けます。で、一番左の箱に何入れましょうかね。一番左の箱に、そうですね、なんかあれ入れましょうか。会社概要みたいですね、アドレスとかね。そうだな、3でいいか。なんて言うんですっけ、会社名入れましょうかね。会社名ないのか。フレックスって書いておきますね。フレックスボックスレイアウトね。この下にアドレスでね、くくってあげて、何にしようかな。 UL リスト、そうですね、住所、郵便番号ね、郵便番号、郵便811のね、8番台、これね、福岡ですよね、福岡ね。あんまりね、書くとね、困ったことになると思うでしょ。で、福岡県ね、県福岡市ね、バツバツバツのバツ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 みたいなね、これでいいじゃないですかね。はい、で、電話番号ね、090のデデデゼの000ね、のバツ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 でしょうかな。はい、ということでね、住所まで書きました。で、真ん中の箱はそうですね、メニューでも入れましょうかね。メニューね、ナビゲーションメニュー、フッターナビってやつですね。フッターにナビゲーションで、フッターにもホームがあって、メニューがあって、コンタクトがあるようなね、あったかな、上にあった、これと同じもの持ってきましょうかね。フッターにも、フッターからもヘッダーからもいけるようにということで、ここに同じもの持ってきておきます。で、最後ライト、ライトによし、猫の写真を1枚入れようね。キャット01とかそんなんでしたね。
よし。これでいいんじゃないですか。一個締めって書いておきます、ね。締めって出てこないな。はい、猫にしておきます。猫。これ見てみるとこんな感じ。どんな感じだよね。はい、こんな感じになってます。じゃあ今からCSS を使ってレイアウトしていきます。今回はね、フレックスなので、フレックスをふんだんにね、使います。散々使ってるんですけどね。よいしょ。フッターに、まず、フッターの背景をブラックにしましょうか。で、中にあるカラーをホワイトにしましょう。ここがおかしいぞ。バン。ブラック。ね。で、パディング30ピクセルほど入れておきます。で、フッターの中のドットフレックスに対して、ディスプレイフレックス、ジャスティファイコンテンツスペースビトウィーンってしておきます。そうするとこんな感じ、3つがこういうふうに並びます。3つね。はい、どっからやっていこうかな。ちょっと写真が邪魔なんで写真からやっておきますね。フッターの中のドットライトの中のイメージに対して横幅を300ピクセルってしておくとこんなもんか。あ、いいじゃないですかね。ちょっと下の方にねいるとね、はい、ボーダー5ピクセルソリッドホワイト。ボックスシャドウやりましょうか。前やったね、ボックスシャドウ書いたからそのまま持ってくるかね。上の方でやったんですよ。まあ見てない方はここ見て思い出せたらいいなと思いながら。どこでやったっけ。ヘッダーの、あれ、ヘッダーじゃないな、ヒーローイメージか。ヒーローイメージの画像で、ここだ、ボックスシャドウやったの。ね。ボックスシャドウ10ピクセル、10ピクセルの黒。で、薄い黒って意味ですね。RGBA ってなってるので。だからここが、薄い黒の、ね、枠がついてるでしょ、ね、それと同じことやっていきます。ボックスシャドウ5ピクセルの5ピクセルのまずホワイトってしてみましょうか。白。そうするとこんな感じね。枠がついてることが分かりにくいですね、白に白だからね。じゃあ、まずここをちょっとね、10ぐらいにしといて、5ピクセル、5ピクセルの RGBA の255の255の255が白なんですよ。の 0.5 ってしときます。これね、RGBA っていうのはですね、ちなみに、レッド、グリーン、ブルーで、アルファーチっていうものですね。本当はね、RGB なんですよ。光の三原色って言って、赤、青、緑、赤、緑、青ですね。で、赤が255、青が200、255はマックスなんですけど、赤が255、グリーンも255、ブルーも255にすると真っ白になるよっていうやつです。そう、これに対してですね、CMYK とかね、CMY っていうのが色の三原色っていうんですけど、色の三原色はね、混ぜれば混ぜるほど黒になります。ただこれ、光の三原色っていうのは、混ぜれば混ぜるほど白になる。ね。光はね、こう集めると白になるからですね。という特性があります。なのでこれは、マックス値、マックス値、マックス値にすると白になります。ね。逆にこれ、0、0、0ってやると黒になります。で、アルファ値は透明度です。透明度は0が完全な透明、1が完全な不透明。なので、
0.1 とか 0.2 だと薄々って感じですかね。で、0.8 とか 0.9 だとちょっとだけ透けてるみたいな状態だと思います。まあ、0.5 はちょうど真ん中あたりですね。こんな感じね。はい。じゃあ、まあ、これがいいかどうかは別としてね、こういうのをつけておきます。じゃあ、あとはここですね。こことここのレイアウトしていこうと思うんですけども、よいしょ。フッターの中の、そうですね。ドットレフト、まあ、まずちょっとパディング20ピクセルぐらい入れておきましょうか。で、フッターの中のドットレフトの H の3、これどうしましょうかね。これのことです。このフレックスボックスレイアウトって書いてるこの文字のこと、まあ、このままでいいちゃいいですけどね。なんかせっかくだからなんかしたいので、フォントファミリーをサンズセルフ、まあフォントサイズも変えておきましょうか。サイズをね、自分の好きなサイズにしたいのでね、ウェイトゴールドマージンボトム10ピクセル、こんな感じでいいんじゃないですか。フォントサイズ変えて、書体変えて、太さ変えて、あの下に余白をつけたと。3、2、1、ドンね、こんな感じ。もうなんかどっかのバイク屋さんとかみたいな感じになりません？なんかね、かっこいい。はい。でその下のアドレスね、ここもいろいろやるんですが、フッターのレフトのアドレス対して特にやることもないので、アドレスの中の URL に対して、リストスタイルタイプノーンということで、なくします。まあこのままでいいんじゃないですかね。このままいきます。アドレスってこうデフォルト値だとですね、こう車体になるんですよね。こう車体ね、だから車体が嫌だっていう場合は、フォントスタイルか、フォントスタイルイタリックっていうのがデフォルト値なので、フォントスタイルやりますね、やりますね。はい。レフトのアドレスに対して、これがフォントスタイルがイタリック、これをねデフォルトになってるんですよね、アドレス側がね。だからこれノーマルにしてあげると、こういう風にねまっすぐになります。 OK。次、この真ん中。ナビゲーション行きましょうか。これタイトルが欲しいですね、ナビゲーションのね。なので、センター。レフト、レフト、レフトあった。フッターのドットセンターに対して、何々って、まあ、とりあえずパディング20ピクセル開けます。で、こっちですね。HTML に戻って、ここにタイトルが欲しいので、ナビゲーション、メニュー、ナビゲーションって書いておきましょうかね。はい。あんまナビゲーションって書き方しないですよ。メニューって書いたりとかね、することの方が多いんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと分かりやすいというか、まあ練習っぽい。ね。はい。で、フッターのレフト3の H の3についていろいろやったんですけど、これもうセットにしましょうか。ね。フッターの中の H3 は全部これ。なのでそうするだけでここがちゃんとなります。あとはここ、そうですね、そうですね、はい。フッターのセンターの UL で、まずはリストスタイルタイプノン、あってもいい気しますけどね。まあいいか、ノンで、UL のリ。まあ、マージンボトム。ちょこっとだけ隙間開けましょうかね。10ピクセル。で、フッターのセンターの UL のリの A。ね。リンクね。リンクに対して、まずカラーをホワイトにします。で、
テキストデコレーションノーンにします。ノーンにしたら結局もう分かんなくなるんじゃないかな。こんな感じ。うん、あれ入れましょうか。マウスオーバーのやつね。マウスオーバーのやつがこの感じ、これ、うん、これ入れましょう。ディープピンクね。ノーン、ホバーね。対してそうだな、カラーをディープピンク。今回ディープピンク推しがね、じゃん、いいと思います。じゃあね、ここもね、うん、ちょっと高さを合わせたいので、よいしょ、ライトのフッターのライトに対してもパディング20ピクセルだけ入れて、はい、完成ですね。これで上から下まで完成しました。意外とフッター結構しっくりくるんじゃないですかね。フッターね、はい。でちょっとね、最後までやったので今日はね、まとめをしておこうと思うんですけども、今回はですね、フレックスボックスのレイアウトを上から下まで、まあいろんなやり方をですね、お見せするというか、まあ慣れていただくっていうことでですね、まあ同じようなやり方したところもたくさんあるんですけども、やっております。まずね、一番上、ここが意外とね、技術使ったかもですね。ヘッダーの中にあるこのフレックスボックスと、ここにナビゲーションで、これ全部くくってナビゲーションなんですよ。この2つを、ディスプレイフレックスで横並びにした後に、ジャスティファイコンテントで左と右、ね、スペースビトウィーンっていうのでね、両端に避けてるんですよ、両端に。で、それだけだとですね、高さが合わないので、アラインアイテムセンターってやることで、縦の高さもね、真ん中に揃えてるっていう状態になってます。はい。ね、さらに、ここナビゲーションなんですけど、ここナビゲーションの中にある UL、ね、アンオーダーリストに対してもですね、ディスプレイフレックスで横並びにして、こういう風にしてるという状態です。ね、ここは意外とね、いろんなことやりました。で、この下はね、まあ、復習に近いですね。ここの左の箱と右の箱、これを左右、ね、横並びにしたっていうぐらいですかね。で、これよく見ません？こうやってね、よく見るレイアウトなんですけども、このよく見るレイアウトもフレックスでやってます。3つの箱を作って、ね、それを囲む大きなフレックスっていう箱をね、ディブで作って、その大きなフレックスっていう箱に対してディスプレイフレックスってすることで3つがこう並ぶよと。あとはそこの中のデザインです。で、ここですね。これもよく見るデザインです。1個目は左に画像、右に文字。ね。2つ目は左に文字、右に画像。これが交互に並んでいくっていうレイアウトなんですけども、これを HTML 側ではしない。で、HTML 側ではあくまでもちゃんと画像を文字、画像を文字、画像を文字、画像を文字ってね、綺麗にね、同じパターンで並んでる状態。それを CSS で、フレックスディレクション、ローリバースっていう風なのでですね、左右反転って言い方変だな。逆回しみたいな。ね、リバースさせるやつがあるんですけども、それで、これが、左に画像、右に文字だったのをリバースさせてるんですよね。リバースさせて逆にしてる。で、ここも一緒です。左にね、リバースさせてる。リバースさせ、はい。で、2個目と4個目をリバースさせることで、交互のレイアウトにしております。で、最後、ね、フッターのところでですね、またフレックスを使って綺麗にレイアウトしました。ということでですね、今回は、長かったですね、今回もね。まあ、すぐね、まとめ出しますよ。ね。まとめも出すんですけども、とりあえずここまででですね、今回は、はい、今回第3弾、ね、フレックスボックスを使ったレイアウトをしよう、終わりにしたいと思います。はい。またやってなかったですね。まあ、簡単な自己紹介載せておきますので、これいつも先にやってるんですけどね、自己紹介見られたい方はどうぞ。はい、で、それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。
ね、いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。またですね、あの第3弾1回目から見てもらってる方、最後までねありがとうございます、ね、概要欄にも参考された情報載せていますので合わせてご覧ください。